自分で作ろう DIY 縫い物チャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はこちらのね、ポーチみたいなものを作るんですけれども、これ一体何だと思いますか？これはティッシュ入れではなくて鍵入れです。はい、このようにね、中にキーホルダーをかけられるようなフックをつけておりまして、この中に鍵をね、隠してカバンに入れていただくキーホルダーですね。キーケースって言ったらいいんでしょうか。はい、こんな風にちょっとティッシュ入れみたいに見えますけれどもね、実はキーケースっていう可愛らしい作品に仕上げてみました。はい、でとっても簡単ですので、初心者の方にも挑戦していただきたい作品になっています。はい、でちょっと少し分厚めのいい生地を使って縫ってあげるといいと思います。鍵って重いのでね、薄い生地でやっちゃうとこうペロってなっちゃってあんまり可愛くないので、ちょっと太めのいい生地使ってあげましょう。これちょっとしたプレゼントのね、アイディアにもいいと思います。さあ、用意したのはこちらです。まず、こちら2色ね、違う色の生地を選んでください。さっきも言いましたけれども、少し太めのいい生地を使うといいと思います。で、中に入れるフックですね、このようなリング型のものを選んでください。あと、待ち針もしくはクリップとメジャー、そして裁ちバサミとアイロンがあるといいと思います。さあ、こちら3つですね、部品があります。今私が触っている一番小さいやつは、5×12cm のものなんですけれども、はい。で、こちらが 15cm×21cm のもの。で、もう一つが、これ外側のものなんですけれども、15センチ幅と、高さが17センチのものです。はい。で、この一番小さい部品は鍵をね、引っ掛けるところなんですけれども、はい。このように、縁が見えないようにしたいので、綺麗な面を内側にして半分にまず折り曲げます。はい。で、これをね、筒状にやっていきたいんですけれども、縁を縫い合わせてあげて、ひっくり返したのが筒状になります。はい、こんな感じですね。縫い合わせたので、で、これね、ひっくり返すとき、ちょっと細くてやりにくいので、このように安全ピンを使うととてもやりやすいです。はい、縁に1枚だけね、安全ピンつけてあげて、よいしょ。ちょっと、うまくいきませんね。はい。で、このつけた安全ピンを内側に送っていく。そうするとね、なしでやるよりも随分ひっくり返しやすくなると思います。はい、こんな感じですね。はい。で、ここにさっきのフックを通して、キーホルダー、内側にね、つける、引っ掛けるところにしていきます。こんな感じですね。簡単ですね。はい。で、他の2つの部品使って、綺麗な面同士を重ねていきましょう。で、大きさ違うので、こんな風にちょうど中央になるようにしたいんですけれども、よいしょ。幅は同じなので、縁をこのように合わせて、まず縫い合わせます。なので、ここでクリップをまず留めておきましょう。これ私クリップ使ってますけれども、待ち針で全然構わないです。で、この縁をまず縫います。で、反対側は、合わせていきたいので、ちょっと布をずらして浮かせてあげて、で、ここも縁を縫い合わせていくと。で、この時にさっきつけた待ち針ですね、ここが取れてしまわないように気をつけてください。はい。下のね、生地の方が長いので、ちょっと浮きます。まず一つ縫えたら反対側を縫っていくというふうにしましょう。はい。で、ちょっとね、生地浮いてるの気になる方いらっしゃるかもしれませんが、これで正解です。はい。で、これをですね、こんな感じで、
よいしょ。アイロンで型をつけていきたいんですけれども、この縫い目のところ、縫い代をこうやって開けてあげて、よいしょ。ちょっとまず指でしごいてあげるといいと思います。開いてあげる。よいしょ。こうしてあげることでね、ひっくり返したときに縫い目がきれいに出てきます。はい。で、ここを一回アイロンかけてあげると、きれいにね、肩もつきます。で、ひっくり返してあげて、よいしょ、きれいですね。よいしょ。で、今、外側に来る部分が上に来てます。で、ちょうどそれが真ん中に来るようにすると、下の布がちらっと両端にね、見えている。これが、正解ですね。はい。で、これでもう一回アイロンをかけて肩をつけてあげましょう。はい。で、この時にね、縁にちょろっと見えてる下側の生地が同じ幅になってるのを気をつけてあげましょう。これ違うとちょっと不細工ですね。はい。しっかりアイロンで肩をつけてあげましょう。で、今回ですね、次のステップでこのリングをつける筒を使っていきます。まず一回さっき作ったものを中央で重ねていくんですけれども、だいたい中央がどこかこんな感じで、ゆるーく型をつけておいてあげて、よいしょ。これね、生地が分厚いのでなかなか型つきませんが、いい感じですね。はい。で、中心に向かって両端を折り曲げてあげると。ただ、その時に、中心でガッチャンコするんじゃなくて、このようにどちらかを上にかぶせます。だいたい 1.5 センチぐらいかぶせてあげるといいと思います。で、今、下の濃い方ですね。濃い紺色の方。これ、最終的に内側に来る生地なんですけれども、これが外側に見えているのを気をつけてあげてください。で、できたら、待ち針で留めてあげる。反対側もですね、しっかり重ねた状態で待ち針で留めてあげましょう。はい。で、ここですね、ジグザグ編みで縫っていくんですけれども、で、それなぜかというと、後ほどですね、ほつれてこないようにジグザグ縫いで縫っていきます。で、その前に、このキーホルダーのフックも一緒につけておくと、もう一回縫わなくて済みますのでね。まあ、どっちの側でもいいです。中央のところに、待ち針のところで留めてあげましょう。で、もちろんですが、気をつけていただきたいのは、この輪っかになっている方を、こうやってね、下にしてくださいね。空いてる方を今から縫います。はい、こんな感じですね。しっかりと縁を合わせて、縫い合わせていきます。この両端を縫っていきましょう。すいません、ちょっと忘れました。このリングですね。これをまず挟んでおくと得です。こんな風にね、後から通すこともできるんですけれども、まあ、工程を一つ、略したいな、省略したいなっていう方は、もうすでにこのリングを通した状態で縫ってあげると、その手間が省けます。特にこういったリングのやつですね。分厚い、この、筒状のね、布に通すので、少し通しにくいかと思います。こうやってすでにつけた状態で、今から縫い合わせてあげると、一つ工程が飛ばされますね。はい、こんな感じでジグザグ縫いで縫っております。で、今これ表に見えているのは内側の生地なので、ひっくり返していきたいと思います。その前にしっかりとね、全部が縫い合わさっているかチェックだけしてあげて、で、縫い代ですけれども、いらない余分な布はかなりキワキワにカッテしております。そうすることで内側でね、ブワッとならないように気をつけております。
でひっくり返してあげましょう。よいしょ、ちょっと分厚い生地なのでね、大変ですけれども、しっかり角も出してあげます。はい、こんな感じですね。綺麗ですね。はい、完成いたしました。いかがでしたでしょうか。かなりね、簡単にできたかと思うんですけれども、この大きさですが、皆さんね、お好きな大きさで作っていただけます。もちろんですけれどもね。で、布も今2色使いましたけれども、1色で作っても可愛いですし、冒頭で言った通り、少し分厚めのいい生地を使うとかなり本格的に見えますので、初心者の方でも楽しく作っていただけると思います。はい。で、同じ縫い方でですね、フックのやつ、内側のフックをつけずに縫うと、もちろん、ティッシュ入れに、ね、なりますので、ティッシュ入れもぜひ作ってみてください。はい。で、もっと、例えば幅の狭いやつとか作るとスタイリッシュに出来上がると思いますし、小さいね、鍵ケースにしたいという方は、もっと小さめのものにしてあげると、そうですね、鍵一つしかないなという方もいいんじゃないでしょうか。はい。ご自身の使っている鍵の大きさに合わせて縫ってあげるのがいいでしょう。さあ、これですけれども、プレゼントにですね、最適だと思います。まあ、あんまりお金かけたくないなって、まあ、もらわれる側にね、こう気を使わせたくないなっていう時なんかに、こうやって手縫いのものをプレゼントすると、ちょっとね、気持ちも伝わりますし、いいかなと思っております。さあ、皆さん、このビデオいかがでしたでしょうか。気に入っていただけたら、ぜひいいねをお願いいたします。そして、チャンネル登録していただけると、いつでも新しいビデオが見られるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。初心者の方でもできるようにということで、あまり専門用語を使わずに、工程を飛ばさずにビデオに収めておりますので、いろんな作品を皆さんと一緒に作っていけたらいいかなと思います。バイバイ。